平成27年台風第24号は2015年10月13日に発生した台風。台風の進路10月11日にグアム島の東の海上で形成が始まった熱帯上乱が発達し合同台風警報センターは熱帯低気圧形成警報を発して観測を開始。13日に熱帯低気圧の勢力に成長したため、 JTWC は熱帯低気圧番号 24W を割り当てた。24W は10月13日21時にフィリピンの東の北緯16度00分、統計139度10分で台風となりアジア名コップと命名された。フィリピンでは熱帯低気圧だった12日の段階でアドバイザリーを発するなどしていたが精神した台風が14日午後に監視領域に 達したため、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名ランドをと命名。台風は、フィリピン海を精神し、16日には、最大風速35メートルの強い台風へ、17日には、風速45メートルの非常に強い台風へとその勢力を強めて、現地時間18日1時頃に、ルソン島、アウロラ州北部のカシグランから上陸した。台風は、 ルソン島で停滞した後南シナ海へ抜けてから北上。橋海峡を通進して21日15時に北緯20度、東経123度で熱帯低気圧になった。10月18日、ルソン島付近の台風24号暴風雨警報の状況15日に各政府機関が対応を開始。同日ルソン島にシグナル1の暴風雨警報が発令され、 17日午前には、アウロラ州やイサベラ州など8州で、シグナル3となり、17日午後には、アウロラ州でシグナル4が、同日夜には一時、イサベラ州南部でもシグナル4が発せられた。11月3日までの集計では、約2万4千人が、事前避難し、被災者は約312万人。洪水が三十八箇所、歴史路圏、地滑り四県などのほか。 倒れた壁や樹木による被害、関連事故などが発生し、死者48名、負傷者83名、行方不明4名。住宅被害は137,680棟。確認されている被害額は約110億フィリピンペソとなっている。被害が甚大であったため、パガサはフィリピン名のランドを台風名のリストから削除し、リウェイウェイへと置き換えた。 画像はいずれも、パルラック州、モンカでこの台風のアジア名コップは、この台風限りで、使用中止となり、自順からは、コグマというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。